ジャルジョーの戦いは、1429年6月11日から12日にかけて、フランスオルレアン東方の町ジャルジョーで起こった、フランス王国軍と、イングランド王国軍の戦いである。百年戦争で窮地にあったフランスを、オルレアン包囲戦において救ったジャンヌ・ダルクが、初めて積極攻勢に参加した戦いでもあり、フランス軍が勝利した。 百年戦争終盤の1428年末の時点でイングランドとその同盟勢力のブルゴーニュ派はロワール側以北のフランスをほぼを制圧しロワール沿いの戦略拠点のいくつかも掌握していた川沿いのフランス側最後の抵抗拠点であるオルレアンも同年10月からイングランド軍の包囲下にあったもしオルレアンが陥落すれば王大使のシャルルが かろうじて治めるフランス南部が侵攻にさらされるのは明白であった。ここで戦況を一変させたのが、後に、オルレアンの乙女と呼ばれた旧国の英雄、ジャンヌ・ダルクだった。1429年3月、ジャンヌがシノンの仮王宮に到着し、王太子シャルルと面会を果たした。王太子の求めで、ボワチエに赴き、聖職者によって有害でない胸の裁定が下されると、 ジャンヌには、甲冑と旗などが与えられた。ジャンヌは、フランス軍と合流し、オルレアンを包囲するイングランド軍の砦のいくつかが、ジャンヌが主導する攻撃によって落とされると、5月9日には、半年ぶりに、イングランド軍の包囲が解かれた。イングランド軍は撤退する際にロワール川に架かる橋を破壊していったため、フランス軍は、都下地点を確保する必要があった。 オルレアン解放後の約1ヶ月間、フランス軍は兵を募り、軍を増強して、次の作戦行動に備えると、6月上旬に開かれた大大使の午前会議で、ロワール渓谷一体を奪還することが決まった。一度オルレアンを離れていたジャンヌが6月9日に、再合流すると、その旗の下に集った市民らの志願兵で、フランス軍は膨れ上がり、同日フランス軍は、 ロワール地方奪還の軍事行動を開始した。フランス軍の最初の目標となったジャル城は、オルレアンの東約2 0トルにある、ロワール川南岸の小さな町で、数年前にイングランド軍が占領し南フランス侵攻の拠点としていた。町は、城壁といくつもの塔に囲まれ、門には厳重な防備が施された上に堀で囲まれており、その外側に町ができていた。 町からロワール川には一つだけ要塞化された橋が、かかり、町は、サフォーク博、ウィリアム・ドラポール率いる700人のイングランド兵に、守られていた。また、城壁にはいくつもの家宝が配備されていた。アラン・ソン・公、ジャン・ニセイト・ジャンルが率いるフランス軍には、オルレアンの死生児、ジャン・ド・デュノワ、ジル・ドレ、ジャン・ポトン・ド・ザントライユ、フン・ド・ライルラ。 あとに、ジャンヌの戦友となる指揮官たちが加わっていた。キシジョン・ファストルフ率いるイングランドの援軍数千が8日にパリを出発し、ロワール地方に向かっているという情報があり、諸将の間には、ジャル城攻撃に慎重な意見もあったが、ジャンヌは主戦論を展開。神のお導きがあると信じていなければ、 このように戦場で身を危険にさらすことなどせずに羊飼いをしておりますと訴えて隊長らを説得し攻撃が決まった。11日朝、オルレアン市民などからなる志願兵の一部が城壁の周りに広がる城下町に攻撃を仕掛けた。木内から撃って出たイングランド軍はこうした市民兵らを苦もなく敗走させたが軍家を手にしたジャンヌがフランス兵を励まして 反撃に出たため、イングランド兵は城内に押し戻された。フランス軍はその夜、城下に陣を張った。翌12日朝、ジャンヌは守備隊に降伏を呼びかけたが拒絶されたため、フランス軍は、火砲と工場兵器による激しい砲撃を加え、牢城側も火砲で応戦した。フランス軍の陣地にいたランソン港に対し、傍らのジャンヌがそこからお下がりにならないと、 あの方があなたを殺しますよと忠告し、アラン・ソン・コが一歩動いた瞬間に着弾して、兵士を倒したという。フランス側の猛烈な砲撃で城壁の塔の一つが、崩落し、サフォーク博はようやく降伏交渉に入ろうとした。しかし、その交渉相手に選んだのが、フランス軍の前線指揮官の一人に過ぎない、ライルだったため、儀礼違反に起こったフランス軍指揮官はさらに激しい。 攻撃を加えさせた。軍旗を手に寄せての戦闘に立ち、城壁にかけられた工場橋号を登っていたジャンヌに向けて、イングランド軍の投石機から石段が放たれ、旗を弾き飛ばして、兜に命中した。石は真っ二つに割れてジャンルは、はしごから転げ落ちたが、すぐに立ち上がって、フランス兵をこぶし続けた。フランス軍の猛攻で、町は陥落し、 興奮した市民兵らによって、イングランド兵や町の住民ら1,100人が殺された。教会さえも略奪され、ジャンヌはこれを止めることができなかった。サフォーク博は捕虜となった。ジャル城を落としたフランス軍は続けざまに、ロワール川沿いのモンシュル・ロワール、ボージャンシーといった諸都市を攻略して、ロワール地方を制圧し、6月18日にパテへの戦いで、 イングランド軍に圧勝した。この野戦での勝利によって、100年戦争の間、劣勢に回り続けたフランスはついに戦力バランスを逆転し、7月には、王大使シャルルが、ランスのノートルダム大聖堂で、フランス王シャルル7世として退官した。その後ジャンルは、コンピエヌ包囲戦で捕虜となり、翌年家計に処された。ありがとうございます。